単音によるオリエンタルリーフプレイ完全4度のボイシングを用いたオリエンタルリーフプレイオリエンタルリフまたはアジアンリフは欧米の文化においてオリエント、中国、日本または東アジア全体についてのステレオタイプやイメージを表現する際に用いられるリフまたはフレーズでありドラが用いられることもあるオリエンタルリフは西洋由来のものであり アラジンと魔法のランプを舞台化した1847年の演劇ザグランドチャイニーズスペクタクルオブアラジンを u r ワンダフルランプのアラジンクイックステップという場面で使用された記録が残っている。このリフはコイン音階を用いられており、西洋人にとっては東洋の音楽を思わせるものである。ただし、オリエンタルリフがアジアと結びつけられる一方、 このようなリフはアジアだけでなく、ネイティブアメリカン、さらには、古いイングランドの音楽においても出てくるものであり、一食意的な他者性を示している。フジテレビジョン、サマーズの新疑問2017年4月9日、放送会における検証結果において、このフレーズの初出は、1933年のジョージ、フォーンビーの演奏をする、ザ・ウェディング・オブ・ミスター・ウーであろうとされている。 オリエンタルリフ及びその派生型は西洋文化における様々な音楽で使われている。一例としてカール・ダグラス・アンド・ビールのホエロ、ドラゴン、ベイパーズの EN、ターニング・ジャパニーズ、ラッシュの EN、A ・パス・セージ・ツー・バンコクなどが挙げられる。ありがとうございます。